ぱ途中でやめても乗れなくない？めっちゃ綺麗。下りが早いんだよ。カメラマンにも元気はないよ。またか。これ分かるかな。もうこの傾斜なんだよね。ちょっと待って。一番高じゃないこれ。どうするやめる？なんで5キロのスタートで坂出しを。あと半分じゃない。魂胆がバレてるからね。あ、UFO だみたいな。あ、これでわかるかな、坂。これ平坦で持ってんだよな。みんなには分かってもらえないと思うけど、すごい坂を今出してきたんだよね。ああ、こんなんばっかや。トレーニングになってんだよね。まだね。でもさ、いつかマラソンしない？まあ出てはみたいよね。出てみたくない？なんかさ、陸上ってさ、練習の時からにさ、までってちょっと寂しいとこあるよね。まあね、これ渡るわ。渡る？ああ。ねえ、見て。ねえ。だったと思った。わかんないかな。まあこういう塀とか見てくれれば。まあ確かにね。これはさ、結構無理。待ってくれ。これ終わりないんだもん。何本坂来るか分かんないし。この坂終わったってさ、またどうせ来るんだよ。そうだよ。左。でもいろんなことある。ああ、ぽい。それ右。多分坂だよ。多分坂だよ。地面に繋いで。まあそうだろう。まあそうだろう。
ストップ。なんか今ずっと下ってない？ずっと下りだよね。怖いんだけど。楽すぎて回復しちゃったしさ。二人ともさ。心配的にはね。ハーハーしなくなっちゃったもん。だからなんか最初の1キロとかより今の1キロの方が楽な気がする。ああ、まあそれは確かにそうかも。走り始めよりも今の方が楽。なんかさ、見つかポイントレの時もそうだったんだね。なんか何かが5本あったら最初1、2本きついけど3本目から楽になるね。あー、まあでもあれとか3分間とかはそうかも。ただ、まあ、400、3本とかになってくると話は変わってくるけど。あー、あれはもう消化するしかないから。400、3本なんてスピード勝負だからさ。300プラス150プラス80みたいな。あー、あったなんか逆走とかもしなきゃいけない。めっちゃさ、あれがさ、何十秒みたいな感じだったじゃん。あー、だから90秒、60秒だな。映えるね。ここはどこなんだ。藤ヶ丘付近かな。あそこさっき来たとこ。いや通ってない。嘘、あれだよ。ああ、そうそうそう。待って待って待って、帰る？帰るじゃないじゃん。全然違うじゃん。でそこで終わりだと思ってたミキ。全然。曲がってさ、その先にある。あの信号の奥の坂だから。無理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 。無理だ。でもこれめっちゃいい坂連にはなるね。坂で800取れるとこなかなかないよね。ねちゃんとかにあるって言われて、うん、そこでやりなとか言われてないです。これでわかるじゃん。うん、わかるわかる。あの石の違いで。ここからほら、この角度、これだ。ほら、この坂。全く続いてます。めっちゃ綺麗。おいで。綺麗すぎる。でもさ、これ夕日だよね。めっちゃ日差し強い。下りが早いのよ。カメラマンにも元気はないよ。これラストよ。ラスト？ラストの坂。ラストが一番きつくない？どうこれ。まあまああるね。さっきの800の坂よりはいい。そうでもないんだよ。なんでそうなるの？頑張ってきたよ。日韓の入り口の坂よりきついよ。間違いない。
降り。よし。なんで今。もうすぐ。いやもうキロもない。ないよ、だってあれもうこれ下ったらゴールだもん。みんな今までありがとう。これもう右だよ。10キロね。そっち。10キロ終わりました。お疲れ様でした。ありがとう。坂が。ちょっとブレてるとこあると思うけど。見てないけど。ブレてたら。ちょっとそれはご了承ということで。またやりましょう。今日は青葉台から5キロ地点のあざみ野まで行って、あざみ野から往復で計10キロ走ってきました。改めて動画始めて間もないんだけど、1万人の方がチャンネル登録してくれてありがとうって気持ちです。ありがとうございます。これからもどうか見てくれると嬉しいです。スタート。おまけシーン、10キロって長え。30分ぐらい。いや、一つ分かってほしいのは平坦の10キロじゃないってとこよ。そう、上りと下りしかないから。あまでとにかく坂でしかなくて、上りと下りしかないんだよね。そう、まあ、言い訳になっちゃうけど平坦だったら40分ぐらいだね。40分45分とか。本当に坂が多かったね。歩いてるつもりなのに、しかもめちゃめちゃ暑いから自分の汗なのか湿気なのか雨なのかよく分かった。何も本当は薄いピンクだった。はい、そんな感じです。途中ね、ワンちゃんに噛まれちゃったりしたんですけど、いろんな出会いがあって楽しい旅でした。また今度は2万人いったら2万人いったら20キロやの。20キロ走ります。みんな登録してね。まあとにかくこれから長い距離どんどん走りたいなって思ってるし、マラソンとかに興味あるんで、普段抜きでね20キロとかは余裕で走れる女にならないと話にならないかなまたね。恐ろしすぎる。99メートルだった。いや、え、99メートル？上昇した高度。めっちゃ上下したね。え、てかやっぱりゴロゴロしてるよ。懐かしい。あそこ、ここのね、神戸屋でね、部活の後よくご飯を食べてました。日体の学食か、ここのパンを食べて家に1時間半かけて戻ります。で、その後バイトしたりしてた。懐かしい。青葉商店はあるの？あるよ。このマックが
向こうに移動したんだね。懐かしい。一回来たことある。なんかね、ケーキとか食べた気がする。